はい、皆さんどうもごきげんよう、ひろきです。さあ、本日やってきているのはここ東北新幹線の停車駅となっておりまして、比較的大きな駅、栃木県は小山駅です。東北本線や東北新幹線の他にも東側、西側へと水戸線、両毛線が伸びております。やっぱりね、東北新幹線や本線と比べると東西に伸びるこの2つの路線は4両、5両とかなりローカル線の色が強くなる路線でもあります。さあ、そして今回乗車する電車が発着するホームに行きたいんですが、その路線のホームっていうのは小山駅の中でもなぜかそこだけ隔離されたようなところにあるんです。まず改札を入って、ここに新幹線の乗り換え口があります。新幹線に乗る際は左の改札を入ってプッとこう登って新幹線ホームに行くんですが、まだこれね、進むんですよ。先に東北本線とか、それから水戸線があるホームのところって、さっきの改札口付近なので、そことはだいぶ遠くまでやってきました。さあ、こちらのホームね、もう突っ込みどころが満載すぎて、6番線と8番線、いやちょっと7番線どこ行ったって話なんですが、今回乗車をしていくのはこちら211系、このオレンジ色の電車がトレードマークの両毛線です。この電車を見ると群馬県にやってきたなぁと、そんな感じがしますが、ここら辺の路線、両毛線もそうですし、信越線とか上越線、吾妻線、群馬県の JR の在来線というのはこの211系の電車が用いられていることが結構多いですよね。国鉄車というわけではないんですが、だいたい1990年ぐらいに製造された電車なので、人間でいうとだいたい30歳ということで働き盛りといったところでしょうか。上の方を見ていただくと、両毛の右側に東下と書いてあるランプが見受けられますが、多分東北本線下りの表記でしょうね。東北本線を下ると宇都宮とか黒磯の方まで行くことができますが、そう、実は2019年ぐらいまでこれ両毛線の列車で小山まで来た後に、こう進行方向こんな感じでキュッと変えて宇都宮方面、これ2017年ぐらいまでは黒磯とか、もうほんと福島県の近くまでね、直通する列車なんかもあったんですが、今では完全に全ての列車が、あの前橋方面から来た両毛線はこの小山止まりとなっております。まあ、進行方向を変える必要はあるので、ちょっと手間かかっちゃうっていうのもありますしね、直通列車は完全に廃止といった形になっています。そしてさっきの謎、6番線と8番線しかなくて、いや7番線はどこ行ったっていう話なんですが、両毛線のホームは他の路線と離れていて、でさらに北側のこの柵が設けられているあたり、ここがもともと7番線だったらしいんですね。ほら、こんな感じで柵があって、今では立ち入れないようになってます。黄色い線ももう黄色と言えるのかどうか危ういレベルに、もう灰色っぽくなっちゃってますが、ここがかつての7番線だった場所。7番線は郵便列車とか、あとは貨物列車なんかも運行があったので、そういった事業用の列車がね、乗り入れていたみたいなんですが、まあでも最近では鉄道を使うよりもトラックとかで輸送した方がね、貨物は安いし早いしっていうんで、鉄道による荷物輸送っていうのはどんどんその規模を縮小されてしまっております。荷物車なんていうのもたくさん昔はあったようですが、今じゃあんまり聞きませんもんね。さあ、そしてここで天下の東北本線と分岐をしまして、両毛線はここから西側へ。そうそう、本題を話し忘れてしまいましたが、実は今乗車をしているこの両毛線は時刻表には載っていないある特殊な動きをする列車として知られております。その特殊な動きというのは、この列車は高崎に14時50分に到着する高崎行きの両毛線なんですが、時刻表ではしっかり高崎止まり、ただ実際にはそのまま別の路線に直通をして高崎よりも先の方に行ってしまうわけなんです。一体どんな動きをするのか、じっくりと観察をしていきましょう。ちなみに全ての両毛線がこの動きをするというわけではなく、乗車したこちらの列車は13時2分発、この13時2分のこの列車のみがその特殊な動きをするみたいなんです。小山から少し西側の方に入るとのどかな景色が広がっております。単線だった線路が分割され、一面2線の駅。両毛線は結構ローカル線チックな感じですが、一部の区間では複線化されています。ただ複線化されているのは一部で、基本的にはこんな感じの単線ののどかな光景が広がります。車窓も結構ねギャップがありまして、さっきの思い川駅とは比べ物にならないくらい、ちょっとこう高規格な路線が出現しましたけれども、この左側の方に通っている
伏線になっている路線はですね、これ東武鉄道の東武日光線ですね。次停車する駅は栃木駅ということで、まあ、栃木の県庁所在地は宇都宮、まあ、昔はねこの栃木駅周辺にあったんですが宇都宮に移されまして、まもなく栃木駅に到着。県庁移転の理由は明らかにされていないみたいなんですが、まあただ宇都宮の方が確かに栃木県の中心に位置していますし、あとは東北本線や東北新幹線の通り道になっている、交通の要衝に割となっている関係、まあ、そこら辺の理由なんでしょうね。ただ栃木駅も負けてはいません。東武の浅草方面、それから新宿の方から来る JR 直通の特急列車なんかもこの栃木駅には停車をしますからね。しかもこの栃木周辺がこんな感じで高架化されているのも、駅周辺が栄えていて、で高架化しないとやはり平面交差だと交通に支障をきたしてしまうから、とそういう理由なんでしょうきっと。まあただ栃木駅を出発するとまた地上に戻っていきます。まあもともとずっと平面を走っていた両毛線で、その主要駅の周辺だけ高架化したということで、基本的にはこのようなのどかなローカル線の景色が広がります。そしてこの両毛線には一つ意外な謎がありまして、これもう一度ちょっと路線図見ていただきたいんですが、まあ、大体小山から高崎を結ぶ路線なわけなんですが、これ両毛線って起点は小山駅、栃木県の小山駅になってるわけですね。で例えばあの有名な東海道本線とかも東京から神戸で起点は東京駅になっています、まあ、なので起点を軸にして起点から離れると下り、反対に起点方向に向かうと上りになっているわけなんですが、両毛線の場合は起点の小山駅に行く方が下りで、小山から高崎方面に行くのが上りになっているわけなんです。これめちゃくちゃ謎ですよね。もともと両毛線の立ち位置というのが東北本線の支線的な立ち位置だったんですね、まあ、つまりは東北本線のサブ的な役割を担う路線、両毛線の前身は両毛鉄道っていうやつで、でこれがあの両毛線の延伸の、まあ、桐生で例えば絹が取れたりだったりとか、まあ、そういう沿線で取れたやつをこう貨物輸送して運んで首都圏に運ぶために敷設されたと言われているんです。お、そしてなんだか新しそうな駅が見えてきましたが、規模は結構小さめ、可愛らしい小ぶりな駅となっています。これ足利フラワーパーク駅といって、ほんと割と最近にできた新駅なんですよね。横にあるフラワーパークの最寄り駅ということで、もうその名の通りお隣のフラワーパークに行く方が利用する駅となっております。なので後ろ側の富田駅との駅間距離っていうのがめちゃくちゃここだけ近くなっています。ちょっと話が飛んでしまいましたが、起点の小山方面が下り、そういう風になった理由としてはですね、まあ、高崎の方から上越線というのが伸びていて、で上越線、吾妻線とかが群馬の北の方に行きます。もちろんそういった列車たちは北の方に行く列車が下り列車、そして両毛線も途中の新前橋まで同じ区間を走りますので、その上越線とか吾妻線とかに列車の方向を合わせて小山方面行きが下り列車になった、こういう説がね言われているみたいなんです。まあちょっとでも真相は定かではありませんが、理由わかる方いればぜひコメント欄にて教えていただけると幸いです。今到着するのは足利駅ですが、やっぱりこれホームの中間部分を見ていただきますと、もう2番線、もともと2番線だったと思われるホームには柵がかけられておりまして、線路も撤去されております。まあもともとは多分3本とか4本線路があって、あの始発列車なんかの出発なんかが行われていたみたいなんですが、現在では1番線と2番線をこう2つのね面ホームを使用して発着させているという、かなり設備を有り余したホームとなっております。渡良瀬川を渡ったところ、南側に東武の足利市駅があるんですが、まあ、その東武と乗り換えるにはやっぱりね渡良瀬川を渡る必要がありますので、ちょっとここでね乗り換えるのは不便かなといったところがありますね、まあ、ただ市街地、足利の市街地はこちらの両毛線側に存在をしております。そしてこの両毛線はですね、意外なことに廃駅がめちゃくちゃ多いんですね。路線図見ていただいても駅間がめちゃくちゃ離れています。一駅進むのに5、6分かかるのもザラなんですが、それはかつてその間にたくさんの駅があり、その駅たちはもうほとんどがその国鉄が分割民営化される際などに廃止になってしまっているんです。両毛線全区間を通すとなんとね11駅もね廃止された駅があるということで、
まあ、例えば先ほど足利駅を出発して次の停車駅はここ山前駅なんですが、この足利駅と山前駅の間にも実は2つほど廃止された駅がありまして、三重駅とあと西足利駅、この2つが間に挟まっていました。そのうちの西足利駅は Google のストリートビューとかで見るとですね、その旧駅周辺が栄町児童公園という公園施設になっていて、線路側をよく見ていただくとやっぱり線路1本分というか、あのホームが1つすっぽり入りそうなあの空間が確保されているわけなんです。今でもそのかつてあった駅の名残というのを見受けることができます。いずれの駅も1987年に廃止ということで、本当に国鉄が分割民営化されて JR になったタイミングで一斉に廃止、こんな感じだったらしいですね。どうやらかつてこの両毛線沿線は地元の方の強い要望によって、まあ、西岸駅みたいな感じで要望に応えて駅を設置する、まあ、ただその設置されたホームっていうのも 2,3 両分ぐらいの小さいホームで、当時優等列車であった客車列車とかはその駅に停車をせず、 2,3 両の機動車とかがポツンポツンと止まるくらいだったみたいで、利用客も増えず結局分割民営化の際に一斉に廃止されてしまったみたいな駅がかなり多かったみたいですね。桐生では絹が取れる関係で、これも絹織物なのでしょうか。陽気な発車メロディーとともに出発、1両編成の列車は渡瀬渓谷鉄道線ですね。この足尾駅からさらに北側の方まで伸びているんですが、実はこの渡瀬渓谷鉄道、通称和鉄もですね、もともとはあの足尾線、国鉄足尾線、そして一時期は JR の足尾線として活躍をしていました。 JR 足尾線って言われても今ではね全く馴染みがありませんが、まあ、それもそのはずで、 JR として活躍していたのは多分2年間ぐらいで、平成元年の89年に第三セクター渡良瀬渓谷鉄道として活躍をすることになりましたんで、 JR から分岐する形で経営が行われるようになりました。多分その名残として一番右側の今走っている線路はこれ両毛線の線路なんですが、まあ、ただこれ渡良瀬渓谷鉄道の電車も走行するわけなんです。なので和鉄の方は両毛線の線路を借りるような感じで途中まで走行して、で右の方にポツンとね1両分ぐらいのこのちっちゃい駅が見えてきます。これが下新田駅という和鉄の駅なんですけれども、この駅を出発すると和鉄だけ単線になって右側に線路が伸びていくのが見えます。まあ、おそらくその国鉄足尾線の名残で、まあ、現在でも両毛線の線路を使い共用しているといった形になっているんでしょう。まあ、多分和鉄さんの方がこう JR の東日本の方にお金を払って使用料を一部こう支払うような形で使わせてもらっているんでしょうね。上の方高架でオーバークロスしていくのがあれ東武桐生線ですね。浅草の方から特急両毛号とかもこっちの赤城桐生の方まで来てますけど、まあ、桐生は群馬県の中でも割と主要な都市という位置づけですが、こっちの方まで来るってなったらやっぱり両毛線よりかはその東部の浅草からの直通の特急を使った方が便利なんでしょうね。わざわざ小山とか高崎周りでこっちの方まで来る方はあまりいないのではないでしょうか。もうめちゃくちゃ既視感ですね。さっき の, あの栃木駅の車窓にめちゃくちゃ似てますけれども、次到着するのは伊勢崎駅ということで、ここも割と群馬県の中の主要都市ということで、平面交差を避けるためなのか高架化されております。伊勢崎ではまた東武線と合流をするんですね。ここも栃木駅と同じ東武伊勢崎線と合流です。東武スカイツリーラインと呼ばれている伊勢崎線の区間は東武動物公園までなので、動物公園からこの伊勢崎駅までは東武伊勢崎線の名称のまま、こっちの方に来る東武の特急列車の両毛号は1日1往復ということで、それ以外は都内まで直通で行くことはできず、東武であっても両毛線であっても乗り換えを強いられてしまいます。次に到着したこちらの駅は駒形駅。もうそろそろ群馬県の県庁所在地前橋駅が近くなってきますが、ご覧いただけますでしょうか。ここからね両毛線の数少ない伏線区間に突入するわけなんですよ。今までずっと単線だったのに、この駒形というちょっと中途半端な位置からですね、次の前橋大島、そして前橋駅までの区間、ここだけ伏線化されているわけなんです。
謎ですよね。でもこういう風に見るとほら列車とここですれ違いが行われているんで、伏線化のその意味は果たせているような気もします。なんでこの区間だけ短い伏線化が行われたのかというと、これ中間の前橋大島駅が多分1990年代開業と結構新しい駅なんですね。なのでこの区間は前橋まで1駅しかなかったと。なのでこう列車を交換する設備がなかったんで、まあ、多分仕方なくここだけ列車の行き違いを行えるように伏線化したんでしょう。まあ、もしくは前橋駅、まあ、一応県庁所在地ということもあって将来的な人口増加、利用者増加を見越しての伏線化だと思うんですが、まあ、結局もうその交通の要衝としては群馬県は高崎駅の方が栄えてしまっていて、まあ、県庁はあるものの高崎と比べるとやっぱり人口だったりそれから交通の便においても少し劣ってしまっている、そんな印象がありますね。さあ前橋駅ですが、両毛線の正式な区間は実はこの先の新前橋駅までなんですね。新前橋から先は高崎駅まで上越線に乗り入れる、そんな形となります。この前橋駅、以前うちのチャンネルでもご紹介をしましたが、まあ、かろうじて上野の方から高崎線の特急列車スワロー赤城号が乗り入れて、特急列車はね1日何本か運転されていたんですが、2021年かなんかのダイヤ改正において特急がなくなり、完全に特急の消滅した県庁所在地駅ということになりました。しかも東側は伏線化されてるんですが、この前橋から新前橋の間っていうのはこれ単線になってるわけなんですね。ほら特急はなくなったとはいえ、あの上野方面に行く列車、それから上野東京ラインを通って前橋始発で熱海とか小田原に行く重量の長い列車とかも一応ね走ってるんですけれども、ただしなぜかこの新前橋の間はこんな感じで単線が広がっています。線路が多くなってきまして、吾妻線それから上越線の列車が走るところと合流です。ここで新前橋駅に到着です。まあ、こうして考えてみると、まあ両毛線がこれ高崎方面が上りになった理由がわかるような気がしますね。こんな感じで高崎までは伏線の区間を走行するんですが、まあ、これで小山方面が仮に上りだとすると、これ走ってるのに両毛線の列車は下りで上越線と吾妻線から来た列車は上りみたいな感じで、もう意味わかんないごっちゃごちゃになっちゃうんで、まあ、その利便性をこう向上させるためにも上り下りを上越線系統と合わせたのかもしれません。上越線内に入ると割と両毛線の駅とはあの異なる特徴が見えてきます。さっき右側には線路があったんですが、それが途中で途絶えていますけれども、途中到着したこの井野駅には多分真ん中に線路があって、で上り下りとは別にまたなんか貨物列車とかあの長距離列車なんかこう対比できるような線路があって、多分線路はもともと3つあった。だけど真ん中のやつが使われなくなって撤去されて、しかもホームも無駄に長くなっているわけですね。上越新幹線が開業する前の幹線、東京と新潟を結ぶ路線といったらこの上越線でしたから、やっぱり貨物の輸送、それから北に行く長距離客車列車なんかが走行していた名残、両毛線のホームなんかよりも全然こっちの上越線のホームの方が長く長く使用されております。まあ、使用されているというかは残っているだけで、もう現在ではあまり使用されておりませんね。上越新幹線の高架線をアンダーパスしまして、で新幹線とは別に左上の方にこの高架で今地上にゆっくりゆっくりと降りてきている線路があります。こちらこの路線はあの新越線ですね、横川の方から来た西側の方から来た路線なんですが、そう実はこの路線ちょっとね尺的にかなり引き伸ばしてしまって大変申し訳ないんですが、この両毛線は高崎駅に入った後実はそのまんま新越線に直通をして運転をするわけなんです。一体どういうことになるのかじっくりとご覧いただければと思います。ここであのポイントがぐちゃぐちゃっと交わりまして、新越線の線路と合流をしました。高崎駅も在来線だけでも各方面に行く列車がありますから、もともと到着する番線へ狙いを定めて阿弥陀くじのように転線を繰り返し、この列車は高崎駅の5番線に入線をします。こんな感じでかつての優等列車の名残、フェンスがもうかけられておりますが、もっともっと端の方まで当時は使用することができました。
で、この高崎駅のホームの構成って結構ごっちゃごっちゃしてまして、例えばこの今入線している5番線はどんな列車が普段入線するのかというと、基本的には下り列車なんですが、4つの路線、上越線、信越線、吾妻線、両毛線、この4つの下り列車が乗り入れるということで、行き先は固定されておらずバラバラになっています。なので乗り間違えてしまうと、間違えて水上の方に行きたいのに小山の方に来ちゃったみたいなこともあり得るので、乗車する際は注意をする必要があります。5番線に到着した列車は普通であれば回送列車として運行する、もしくは折り返すはずなんですが、これ上ご覧いただきますと、ほら信越線の文字が掲げられております。この列車はしれっと改装されるわけでもなく、方向幕を変えて新津本線に生まれ変わるというわけなんです。行き先も先ほど高崎と表記されていましたが、横川行きに変わっております。これダイヤはどうなっているのかというと、さっき小山の方からやってきたこの列車は14時50分にこの5番線ホームに到着をして、22分後の15時12分に横川方面に再出発していくといった形になります。もちろん進行方向も違うので、高崎の方に入ってから一度向きを変えてまた再出発をする必要がありますからね。さあ高崎駅をわずか20分で再出発。では一体なんでこの列車だけこのしれっと直通運転が行われているのかというと、まあおそらくこれは信越線、両毛線両方とも4両だったりとか6両だったりとか、他の高崎線なんかよりも短い編成で運用されていて、かつ両毛線のこの列車の到着時刻が横川行きの列車の発車時刻にぴったりいい感じに重なったことによって、そのまま直通をさせた、そういった形になっているんでしょうね。さあそして先ほど通ってきたのが右側の線路、上越線の線路でしたが、この列車は点線をして一番左側の線路に来ました。ここ信越線との分岐点ちょっと面白くなっていまして、先ほど僕が車窓左側の方高架で線路が降りてきますってこうナレーションしたと思うんですけれども、その時の線路とこういう風に一緒に左の方にカーブしていきます。この高架線は実は信越線のこれ上り線なわけなんです。一方でこの下り線の方、横川方面行きの線路はというとずっと地上を走ります。上越線をまたぐ関係でこの上り線のみ高架になって、そして2つで合流と、先ほど乗ってきた両毛線とは異なって、もうずっと終点の横川の方まで伏線が続きます。皆さんもご存知かと思いますが、もともとこの横川までの区間は信越線と呼ばれることが多くなりましたが、かつては信越本線ということで高崎駅から長野の方を回って直越長岡の方までぐるっとつながっていました。現在の軽井沢から先の信濃鉄道、越後ときめき鉄道線の一部の路線なんかももともとは信越本線でしたからね。上越新幹線の開業前は上越線が東京と新潟を結び、さらにその上越線がまだ開業していない時は東京新潟を結ぶルートっていうのはこの信越本線が担っていたわけですからね。新潟に行く際はこの信越本線をずっと伝っていって長野経由で新潟の方まで出ていました。これが主要ルートでした。左側の方に目をやるとたくさんの工場がそびえ立っております。ついついこれ僕これに例えちゃうんですけれども、天空の城ラピュタに出てきそうな工場群ですね。これは安中駅、安中駅の横にはこんな感じで製錬所があります。以前ご紹介したと思いますが、福島県の泉の方から亜鉛をこっちに1日1往復持ってくる安中貨物という貨物列車、今でももちろん現役で走ってますけれども、その貨物列車が亜鉛を乗せてこの安中までやってきて、で亜鉛を安中で下ろして、でその亜鉛を材料にしてここでいろいろと加工なんかを行っているみたいです。安中駅もしっかりとホームが長いですね。長野を新潟方面に抜けていたかつての優等列車もおそらく安中駅は割と主要な駅なので停車をしていたのでしょう。先ほどの両毛線は割とずっと平坦なところを走っていましたが、信越線というのはもう本当車窓が特徴的で、どういう車窓かというと横川の方に行くにつれてどん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 と勾配を登っていく、標高が高くなっていくんです。こんな感じでね、こうぐるっとループ線のようなカーブを描いて距離を稼ぎながら
勾配を登っていく様子が伝わってきます。たまに上り線と下り線の間隔が離れたり別のところを走行したりするんですが、まあ、これもおそらく当時信越本線が単線でまず開業をして、で後から線路1本付け足して複線化したその名残なんでしょうね。皆さんご存知の通り、ここから先終点の横川から長野県の軽井沢の間は今は亡き薄い峠越えが行われていました。その勾配 66.7 バーミルということで、1000メートル進むのにだいたい66メートルの勾配が生じるぐらいの坂ということになりますから、もうとんでもない急勾配でした。まあ、それを一気に登るといってもかなりの勾配になってしまいますから、高崎から横川まで距離を稼いで坂を登っていって、で横川から軽井沢にかけてまた一気に登ると。実際高崎駅の標高は100メートル弱なのに対して、この横川駅は標高は386メートルと、高崎からだいたい200メートル以上も登ってきており、かつこの先にあった軽井沢駅は標高939メートルとなっているわけなんで、薄い峠越えで先にある軽井沢まで600メートルの高低差が生じているということになります。その当時の峠がいかに急だったのか、その勾配差を見るとよく伺うことができます。ここから先軽井沢まで線路がつながっていた頃は、きっと優等列車がこの横川に到着をしてお弁当を販売する方が峠の釜飯を売って販売して、そして特急列車それから峠越えをする方々を見送っていたんでしょうね。現在では休日ではね、結構薄い峠の鉄道文化村がある関係でお客さんで賑わっておりますが、平日に関してはかなり閑散とした駅となっております。信越本線の行き止まり、この列車はこの横川から車庫に入るわけもなく、高崎の方にもう一度引き返していくみたいです。この隠された直通列車、機会があれば皆さんもぜひ乗車してみてください。ありがとうございました。